ファニーが怒っております。皆さん、今日はですね、もう怒ってます、ファニー。なぜかっていうと、クレジットカードがですね、時期不良で、いいんです。まあ、時期不良なのはしょうがないんですけど、それで再発行したんですよ。そしたら、その再発行して届いたカードが、なんとまた時期不良で、2回再発行することになって、もう、わーって感じですね。もうね、もうカードが時期不良で、ファニーも不良になってます、ほんと。どういうことですか、皆さん。ほんと。あのね、また新しく作ったカードがまさかの時期不良っておかしくないですか？何ですか？郵便屋さんがなんか磁石付きのカバンでも持ち歩いてて、その磁石のところにカードがくっついちゃったみたいな感じですか？まあ、じゃあしょうがない。じゃあしょうがないか。落ちてくる。待って。これは一回追い返してね。お相手の方は有力なので、なんとかして捌いていきたいんですけど、左から行きますか。端攻め。もう攻めがね、なんかどこ行ったら行けばいいかわからないときはいつも端をなんか詰めてみます。はい。攻めてくれてね、捌いてくれたらいいんですけど、そうならなそうな感じなので、左側で攻めていけば、ちょっと薄いんで、右側にね、玉の反対側に、みんな駒がいるんで、こっち側から攻めましょう。次は、端を突くのか、桂馬跳ねるのか、難しいですね。っていう感じで、はい。もうね、そんなことないですか？せっかくやったのに、またみたいな。あのね、磁石付きのパカパカするカバンとかの、磁石のところに、カードが当たっちゃったのかな？自分の、なんか、周りに磁石とかないんで、なんか磁気不良になることも多分ないと思うんですけどね。うん。で、強者で取ったら歩突く？桂馬で取ってきたら？桂馬でも歩突くか。で、跳ねてくる。なるほど。で、なって。いやー、これはね、どうなりますかね。突破、うまくできればいいんですけど、桂成り。桂成りは横の歩取って、強者になればいいですか。うん。これで一回王手なんで、先に。同玉でも強成りですか。まあ、早逃げでも強成り。成り桂がね、寄ってくると思うんで、持ってきた時に、飛車が成れれば、まあ、それも王手なんでね。で、角は、まあ、一個上に、左側に上がれば、また角成りも見えてくるんで、うん、これで一回王手効かせて、両取りなんですけどね、こっちが先なんで、で、これで逃げとけば、両取り回避。次ね、角で行くよりなんか、と金で行きたいですね。これも、もしかして垂らしてくる感じですか？垂らして、取ったら桂馬打つみたいな手筋ですね、これも。まあ、でもね、これで引いといて、あ、でも飛車走ってくるのか。飛車走りがちょっとうるさいですけど、でもまあ、下から歩で、上から打っちゃうとね、一歩取られちゃうんで、相手に振ってもらって、なんかこれ、あれですよね。なんか、一分損しない、やり方みたいな感じですよね。取って取って。で、竜作ったら強者があるんじゃないかなと思うんですけど、強者で竜が捕獲できてるような気がしますね。で、右側からね、包むようにいける。おー、我慢してきましたね。で、これならもう攻めないんで、と金でゆっくり行きますか。で、次ね、空き王手があるんで、いや、なかなかでもこの左側ばっかりやっちゃうと、右にどんどんスルスル逃げてっちゃうんで、いいところでね、竜取って右から攻めていきたいですけども。うん。これで一回、寄りますか。寄って、まあ、同金上げさせた方が、竜が通ってくるので、いいんじゃないかなと思うんですけど、その金駒がね、なんかないんで、ちょっと困ってる感じもしますけど、どうですかね。まあ、同金ならもう竜取っちゃって、飛車下ろすって感じですか。まあ、最悪と金ね、外せば、まあまあまあって感じなんで、うん。で、強者取る手もあるし、うん。一回飛車下ろして、合駒次第では詰みまである可能性もある。角がね、どっかでね、効いてくればいいんですけど、強者か。一回桂馬で詰めろかけてみますか。うん。いや、ちょっと難しいですね。詰むように寄せようでも、駒がちょっと、駒不足で、難しい感じですね。これで取って、同銀に。取って同銀に、飛車切って、金打って。いやー、ちょっとむずい。あ、ありがとうございますやったやったよーうわー上がってます最後こうなって、ここで投了になったんですけど、まだ難しい気もしますけどね。同銀で、全然寄せが見えてこなかったんですけど、同銀で竜入るとかですかね。いやー、どうなんだろう。この、6、1の金を狙っていくっていう指し方なのか、でも早逃げされた時にね、飛車が助けづらいような気もするし、まあ、切って銀決める？切って銀決めて竜入る。いやー、でもちょっと難しい。ちょっとその先がまだまだあって。もうちょっとやりたかった感じもしますけどね。こういうのをね、10分切れ負けでやりたいなと思いますけど、3分だとね、もうなんか、あー、こんな感じで終わっちゃったー、みたいな感じになっちゃうので、いい将棋こそ、なんか10分切れ負けでやりたいなーって思います。はい。ということで、皆さん、カード系の時期不良ね、いや、お気をつけください。再発行しても、また時期不良のカード来ることはあるんで、すごいね、時間だけと、時間と手間だけかかっちゃうので、気をつけてください。ということで、そういう話でございました。今回もご視聴ありがとうございました。ファニーでございました。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。